はい、皆さんこんにちは、森崎アリスとスーちゃんです。はい、スーちゃんです。原宿の母でございます。ただ恋愛になるとお牛座とかカニ座ですよね。怖い、何、ね、お牛とカニ、何、何、だから恋愛は意外とお牛のは、うん、慎重なね、ところはすごい慎重で、本当この人大丈夫、遊びじゃないの、思う思う、うん、めっちゃ思う、なんかそういう風に、だから嫌だもん、うん、だからお牛のは割と慎重で、うん、ね、安心か安全か必ず確認してからじゃないと進めんせいだ、ね、あ、うん、それで火星がカニ座、ね、だから、傷つくのが怖いから、うんうん、ね、へー、ね、だから、うん、なかなか自分の方で、ね、こう一度傷つくと殻に閉じこもりやすいよね、うんうん、めっちゃうわーやだ、うん、太陽は自分の生き方、うん、お仕事、うん、ね、夫像ね、だいたい変わり者選びそう。え、やだやだやだ、何何、旦那、旦那子ってこと、個性的な、ね、人を選ぶ、選びやすいのと、やだ、ね、うん、やだやだ、やど、え、個性的な人ってどういう人なんだろう。それで金星に冥王星があるでしょ、うん、金星これ金星、うん、これ恋愛見るとき金星見ます。あ、だから女のマークって、ね、こういうこと、はい、はい、でそれがお牛にあるでしょ、はいはいはい、ということは執着するのが一つ、ね、立ってる、ここに冥王星があるでしょ、冥王星好きじゃったらとことんその人ね、うん、当たってるよ、冥王星の、あの100か0かのどっちか、それ私本当に言う、それ、うん、0か100なの、うん、嫌いになったら本当に嫌いなの、そうなの、極端ない、極端、ね、うん、めっちゃ、しかも、うん、海王星がこれついてます、海王星、本当だ、繋がってる、なんか繋がってる、やだやだ、赤いので繋がってるね、怖い、はい、だから恋愛で妄想タイプ、妄想、うん、変なところで妄想になりやすい。えって、でも恋愛できる人なの、この見た恋愛とか、できるけど、まず慎重でね、うん、あの、だからしないみたいな、時間かかる、うん、好きになるまで言われても、例えばね、例えば付き合ってとか言われても、うんうん、ね、なかなかその気にならずに、なんだ、とか、ん、なんだ、なんだ、なのとかって、うん、しつこくずっと言われるうちに、そうかな、そうかな、うん、思った時はもう向こうはよそ向いてる。あ、わかる、やだ、そう、好きになった時はね、遅いんだよね。それがお牛座の恋、うわー、やだ、じゃしない方がいいな、恋、きっと。これあれでしょ、帽子気に入ってるの、今これ、うん、お家帰りたい。またじゃあ、はい、ね、すーちゃん、ね、はい、次にやれたらまた動画撮りたいと思います。はいはいはい、じゃあまたね。はい。